とつか警部シリーズ消えたタンカー、消えたタンカーは西村京太郎の長編推理小説。1975年に公文社から刊行された。とつか警部シリーズの主人公であるとつかわ昭蔵が登場する長編作品第4作。第29回日本推理作家協会象長編部門にノミネートされた作品で作者の代表作の一つであるとともに、 作者が次戦ベスト5に選出した作品である。寝台特急殺人事件以後、トラベルミステリーが定番となる、とつか警部シリーズだが、本作は初期作品の、ある浅海に脱出や、伊豆七島殺人事件、とつか初登場作品の赤い小舟に続く、海洋ミステリー作品で、インド洋上でのタンカーの炎上、沈没に始まり、舞台が本から沖縄、 ブラジル、南アフリカ共和国にまで及ぶ、雄大なスケールで描かれた作品である。また後の、消えた、巨人軍、消えたのリクミニや、ミステリー列車が消えたなどの、消失者の講師となる作品でもある。全2作の、殺しのバンカーショットと、日本ダービー一殺人事件で警部だったトツは,は、本作では、警部補に戻っている。インド洋上で、 58万キログラムの原油を満載した50万トンのマンモスタンカー第1日が炎上、沈没した。船長の宮本以下6名は無事救出されたが、残り26名の生死と原因は不明のまま、捜索は打ち切られた。しかし数日後、宮本が自宅から散歩に出たまま帰らず、翌朝変死体で発見された。その翌日、警視庁に 第一日の生存者6名を皆殺しにするという予告状が届けられた。十カ川警部補が捜査したところ、宮本はブラジル移住を計画したものの家族に言えず断念した形跡が認められた。一方、残り5名はすでに一家でブラジルに移住していた繊維の武田をはじめとして、なぜか全員東京から逃走していた。そして、一等航海士の佐藤が高速道路上で、 M16 自動小銃で狙撃されて、妻と共に殺された。事務長の辻が妻と共に、野沢温泉に向かったことを知ったと塚は、長野県警に夫妻の身柄の確保を要請したが、先に犯人に見つけられて二人とも M16 自動小銃で殺害されてしまった。検問で犯人が乗っているという黒のカローラのトランクから M16 自動小銃が発見されたことから、 運転手が逮捕されたが、それは犯人が別人を逮捕させて、検問を突破するためにトランクに入れた別のライフルであることが判明した。さらに、クルーザーで南米に向かった二等航海士の河野も、最初もロトモ船ごと爆殺された。国内で発見されないでいる、水府町の小島と最初は、カーフェリーを乗り継いで沖縄に向かったと推理したとつ川は、沖縄県警に、 小島一家のの身柄の確保を要請する一方、家族まで皆殺しにする犯行から、生き残りの6名に対する強い炎恨を感じた、戸塚は、第1日の生存者6名によって、見殺しにされた26名の船員のうち奇跡的に、生き残った者が復讐のために犯行に及んだものと、推理し、26名のうち10の扱いに慣れている六人を割り出す。そしてその人のうち、 パンナムキの乗客名簿に、ボンベイ空港から羽田空港に帰国している、看板部員の赤松淳一の名前を見つける。小島一家は一旦は、沖縄県警に身柄を確保されたものの、隙をついて逃走後、女村で発見され厳重に警護される。しかし、赤松に、顔立ちが似ていた、大学生が黒のカローラで、事故死し、これまでの殺害現場の写真を収めたカメラが、 残されていたことから警護が緩んだ隙を突かれて、会場からサバニに乗った犯人により、小島夫妻は射殺されてしまう。そして、那覇空港と那覇港での厳重な検問にもかかわらず、赤松は捕まらなかった。十津川は、サバニで島の北端から与論島に渡り、そこから沖の選ぶ島経由で、鹿児島へ逃れるコースに思い至ったものの、すでに遅かった。その後、八王子市内で、 M16 自動小銃で自殺したものと思われる赤松の死体が発見され、事件は終焉したものと思われた。しかし戸塚川は赤松を犯人とした場合、いくつかの矛盾点があることから、事件はまだ終わっていないと言い放ち、休暇を取って一人で事件を初めから調べ直す。1981年10月6日に日本テレビ系列の火曜サスペンス劇場の第2回として放送。 夏木紗を演じる戸塚川ではなく、原作に登場しない中野良子を演じる保健調査員が主人公となっている。ありがとうございます。